来てくれたもアバリティア商会会長のバーンだもあ,あははじめましてプニンからずいぶんと腕の立つサルベージャーだと聞いてるもそれを見込んでちょっと頼みたいことがあるんだも会長自ら俺に仕事の依頼を 報酬は10万ゴールドだもじ、10万聞いて驚いたもちなみにそれは手付金も成功報酬はさらに10万プラスだも合わせて20万…ま、マジですかやりますこのレックス、全身全霊をもって仕事に当たらせていただきますよろしくお願いします <laughs> <laughs> お前依頼の内容は聞かなくていいもああそうだったでどんな仕事なんですか本当に大丈夫かももちろん大丈夫ですまあいいも話は直接危険も入れるもはい ドライバーそれにブレイドすっげえ初めて見る依頼内容はある物資の引き上げだ最近の海流変動で発見された未探査海域のかなり深いところに沈んでいるへえそれは腕が鳴るね ベテランのチームを紹介するって言ったけどリベラリタスの出身で少数精鋭の人材をという希望だったもそれで白羽の矢が立ったのがお前なんだもへへへ悪い気はしないな。<laughs> 子供のサルベージャーシン今回の仕事って子供の遠足も兼ねてるんだっけ なんだよ見た目が子供っぽいのはあんただって同じだろあたしはこれくらいの額でそんなバカみたいに喜んだりしないよ。バカみたいって何だよレックス様でしたな。こ度びはお嬢様が大変失礼なことを。を何とぞご容赦を。やっあんたまた余計な口出しよ。よせよ、ニア。まあ、気持ちはわからんでもない。そして。 確かめるのもたやすい,な,<っ> <laughs> いきなり何にするんだなるほどメツ子供相手に何やってんだよこの小僧じゃ不安だって言ったのはお前だぜ私はそんなこと言ってないよ 言わずとも思っていたろで、結果は見ての通りだ。やるじゃねえか。見たところドライバーではなさそうだが、そのアーツどこで覚えたちっちゃんに教わったんだよ、小さい頃から。遊びといえばこればっかりだった。腕は申し分ない。度胸もまあまだ。ま、しっかり働いてくれ。 なんともやかましい連中うだもん手付金もこれで必要な装備を買い揃えてからうげの桟橋に行けもそこで俺の手配した素晴らしい船が待ってるもわかりました。